小高優太君ちゃミュージカルオーケストラバラッド・フォー・ラブ・ユー。続いての曲、In Case You Missed It
to it っていう曲をやるんですけども、一番苦手な、次ジャズやります。正直、まあ、ジャズビッグバンドで、まあ、おかげさまでですね、なんだかんだで13年やりました。この駅前コンサートが始まってね、大体13年目なんですよ、今年で。で、その初めから僕らやらせてもらってるんですけど、ちょうどね、その時ね、僕20代だったんです。28歳の時に始まったんですね。よ、しょろになっちゃったよ。40になっちゃったよ、気がついたら。もうね、そろそろ引退しないとやばいかもしれないですね。まあもう十数年やったんですね、このイベントね。そりゃ年も取るよ、ね、高校生たちはさ、こうみんな入れ替わり立ち替わりでこうどんどん変わっていくんですけど、俺らただ年取っていくだけなんでね、どんどんおっさんになってこれいつまでやれるかね。まあこのイベントが続く限り僕らも頑張ってやり続けるんで、まあどうかおじさんになっててもみんな応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあね、ちょっとあまり得意じゃないジャズやりますんで聞いてください。In case you missed it。